スーパー抗原は TCR や MHC に関係なく両者を結びつける。MHC クラス2分子スーパー抗原は T 細胞を一食意的に多数活性化させ多量のサイトカインを放出させる抗原である。スーパー抗原は病原性の微生物によって産生され微生物側にとって免疫系に対する防御として働く。 通常の抗体に反応する T 細胞の割合は全体の0.001から0.0001%に過ぎないがスーパー抗原は最大20%もの T 細胞を活性化する。さらに言うと CD3 や CD28 に対する抗体は強力なスーパー抗原として働き100%の T 細胞を活性化し得る。不特定多数の T 細胞が 活性化されてしまうと、スーパー抗原のエピトープを認識する特定の免疫反応にとどまらない強力な免疫反応が起きてしまうので、特定の抗原に高い得意性を示す適応免疫の仕組みを根底から打ち崩してしまう。さらに深刻なことに多くの T 細胞が活性化されると、その分多くのサイトカインが放出される。 こうしたサイトカインの中で病態に大きく影響を及ぼすのは TNFα である。TNFα は炎症反応において特に重要な役割を担っており、通常の状況下では局所的に分泌され病原体を排除するのに役立っている。しかしながら TNFα が大量に分泌され、 全身に広がると、ショックや多臓器不全のような命に関わるような症状を引き起こす。細菌が、外毒素として産生する、スーパー抗原の場合、T 細胞の強力な活性化を防いでいる。最も典型的なスーパー抗原を作り出す細菌は、黄色ドウ球菌と可能連鎖球菌である。これらの細菌は20種類以上の異なる、スーパー抗原を産生する。 スーパー抗原を高度する遺伝子はそのほとんどがプラスミドや病原遺伝子群の移動性の細菌遺伝子の比較的近くに位置している。スーパー抗原を産生する細菌の大部分でエンテロトキシンの遺伝子群として知られているオペロンがよく見られる。スーパー抗原の一種 TSST-1 の構造に両体を形成している。スーパー抗原は 最近の細胞内で作られ、感染に再し成熟した毒素として、細胞外に放出される。アミノ酸配列は異なるサブグループの間でも、比較的よく保存されており、それ以上に立体構造は異なる、毒素同士でもよく似ておりよく似た作用を示す。その構造は結晶解析によると、小型で楕円型をした2つのドメインによる折りたたみパターンが、 特徴的なタンパク質で、N 末端側に OB フォールドと呼ばれるベータバレルのドメインがあり、中心の対角線上にアルファーヘリックスによる構造がある。二つのドメインは、それぞれ主要組織的合遺伝子複合体、分子クラス2分子と T 細胞受容体に結合するものである。スーパー抗原はまず MHC クラス2に結合した後、 特異的なベータバレルのモチーフを利用して T 細胞受容体に結合する。スーパー抗原は MHC クラス2分子の HLA、ドラゴンクエストによく結合でき、そこに結合すると TCR に適合できるような配置を取ることができる。あるいは少数だが多様性を持つ MHC クラス2分子のベータ差に結合するものもあるが、 これは、スーパー抗原側の3つのアミノ酸残器と比較的、保存されている HLADR 領域との間で、アエンイオンを介した結合ができることによる。このようなアエンイオンを介した結合はより強い、結合を生み出しているのである。ブドウ球菌が作るいくつかのスーパー抗原は、MHC の α 差と β 差の両方に結合し、過強を作ることが知られている。 この過境により抗原定時細胞は T 細胞に結合し活性化するような刺激分子のようなサイトカインの発現や分泌を高める。スーパー抗原のうち T 細胞と結合する領域は T 細胞受容体のベータさと相互作用を起こす。一種類のスーパー抗原でかなりの数の T 細胞を活性化できるが、これはスーパー抗原が結合する。 TCR のベータ差にある V 断片が約50種類しかなく、また一部のスーパー光源が多数の V 断片に結合できることによる。こうした V 断片との結合様式は異なる種類のスーパー光源の間で多少の差が認められる。TCR の領域は個々人で差があるので、ある特定のスーパー光源に対し一部の人だけが より強く反応するというようなことが起きる。グループ I に分類されるスーパー抗原は TCR のうち第二超過変領域の Vβ 領域や骨格となっている領域と接触する。グループ2のスーパー抗原は立体廃座に依存したやり方で Vβ 領域と相互作用を示す。こうした相互作用は大部分が Vβ のアミノ酸即差に依存している。 グループ4のスーパー光源は特定の Vβ における3つの消化変量域すべてと噛み合っていることが示されている。この噛み合い部分は小さなドメインと大きなドメインの間にある裂け目に当たっており、t c r と MHC の間のくさびのようになっている。これにより本来抗原となるべきペプチドは t c r から離され、 通常の T 細胞の活性化を妨害している。スーパー抗原の生物学的強度すなわち T 細胞の活性化能力は T 細胞受容体に対する神話性で規定され、最も神話性の高いものは最も強い反応を生じさせる。今のところ最も強力なスーパー抗原はスプムズマイナス -2 である。 MHC 分子と TCR がスーパー抗原により可強されると T 細胞の増殖やサイトカインの酸性を導くようなシグナル経路が誘導される。しかし、ここでの活性化では T 細胞はザップマイナス70を低いレベルでしか発現しておらず、通常の T 細胞の活性化回路が弱められているとされる。想定されているところによると、 チロシンキナーゼにより LCK よりもフンが活性化され、それにより順応的にアネルギーが誘導されるという。プロテインキナーゼ C とチロシンキナーゼの両方の経路が活性化されるので、炎症性サイトカインの酸性が更新される。この本来から外れたシグナル伝達は、カルシウム、カルシニューリン経路をとらす、マップキナーゼ経路を多少弱めるが、 集中的な炎症反応を誘導する。スーパー抗原が膨大な数の T 細胞の抗原受容体に結合することでサイトカイン酸性を更新させる一方でその後はこのようにして不用意に活性化された T 細胞がアポトーシスを起こして速やかに消失することで免疫抑制を招いてしまう。まずスーパー抗原による刺激が 抗原定時細胞や T 細胞の反応を誘導する。この過程における主要な産物としては、イルマイナス1、イルマイナス2、イルマイナス6のほか TNF、α、イエフェン、γ、マクロファージ炎症性タンパク質、単球誘送因子がある。このような無秩序なサイトカイン、特に TNFα の放出は、サイトカイン放出症候群と呼ばれるが、 これは全身に過剰な負担をかけるとともに、発疹や発熱を生じ、最悪の場合には多臓器不全や昏睡、死に至る。スーパー抗原に長時間暴露されると、イルマイナス10の産出を招き、活性化された T 細胞の欠如やアネルギーが起こって感染症に繋がる。というのも、イルマイナス10は、L、イルマイナス2や MHC クラス2分子や、 抗原定時細胞の表面にある強刺激分子の酸性を抑えるからである。こうした影響下では抗原刺激に反応できないような記憶細胞しか生まれない。このような免疫細胞の不活性化を可能にするメカニズムの一つとして、イルマイナス10のようなサイトカインを介した T 細胞の抑制があるのだが、その他にも MHC 分子の過強が 増血系を抑制するようなシグナルを活性化し、ファスを介したアポトーシスを引き起こすというものもある。EFMα もスーパー抗原に対する長期間の暴露により生じる産物である。これは自己免疫に関わっているサイトカインであって、川崎病のような自己免疫疾患はスーパー抗原で引き起こされることが知られている。スーパー抗原で T 細胞が 活性化されると CD40 リガンドの酸性が誘導され、イムやイグやイゲへのイソタイプスイッチが活性化される。要約するに T 細胞はスーパー抗原で活性化されると過剰なサイトカインが分泌され、負のフィードバックの結果として T 細胞の抑制と結質が起きる。微生物の毒素やスーパー抗原は組織や臓器に障害を与えるという毒素性。 ショック症候群を引き起こす。最初の炎症を切り抜けた場合には、元の細胞は、アネルギーや血質を起こし深刻な免疫不全に陥る。ありがとうございます。